たまたま誰かと一緒に投稿しただけで、僕の一日が何か変わるわけじゃない。誰にも見つからず、誰かと目が合うことも、誰かを意識することもなく、今日も一日が終わっていく。うん、いつも通り。え？うん、いつも通りじゃない。こういう時、自分の存在感なくてよかったって思う。白石くん。あ、この声は兄ちゃんと久保さんが僕を見つけてしまう。災難だったね。早く家に帰ってシャワー浴びないと。そうだね。泥かぶるし、それを久保さんに見られるし、全然ついてない。じゃあ久保さん、気をつけて帰ってね。うん。